ユグノーユグノーはフランスにおける改革派協会カルバン主義またはカルバン派フランス絶対王政の形成維持と崩壊の両方に活躍し迫害された者は列強各国へ逃れて亡命先の経済をつく発展させたその活躍はまず飛び抜けてイギリスで見られたがドイツでは順当な規模であった語源はスイスにおいて サボア港に反対した連合派に由来すると言われ、民間信仰における化け物、ユゴン王に結びつけられていた。ドイツ語、アイトゲノッセ、エイジェナス、名誉のフランス名まり英語のもしくは英語、エイニアットに、ジュネーブの同盟党、ジュネーブとスイス連邦の同盟を推進するプロテスタントの一の、当主部残村遊具、ベザンソン、ビセンソン、遊具の姓を掛け合わせたものと言われており、 元々は別称であった。当時のプロテスタントはカトリックなどから別視されており、同様な別称にネーデルラントのゴイセン、イングランドのピューリタンなどがある。デジベリウス・エラスムスとジャックル・フェーブル・デ・タープルの影響が大きいと言われる。しかし、彼らはローマ・カトリック教会に残留した。フランスの福音主義の最初期のものはル・フェーブル・デ・タープルによるパウロ書簡仲介。 1512年やフランス語訳、新約聖書、1523年が挙げられる。しかし、パリ大学の新学者やパリ高等法院から弾圧され、デタープルはストラスブールへ亡命するなど、改革運動に迫害が加えられた。1518年から1519年に、マルティン・ルターの書物によって、宗教改革がフランスに伝えられ、当初は、 ソルボンヌの学者たちもルターに共感していたが、ローマの教会がルターを非難したため、1521年以降は、プロテスタント信仰を持つ者は、火あぶりか亡命の他に選ぶ道がなくなった。フランスで、最初の殉教者は1523年8月8日に、生きたまま焼かれたアウグスティヌス会修道士、ジャンバリエールであった。1546年10月7日、 ピエール・ルクレール牧師と礼拝の出席者は生きた、麻痺破りにされた。1520年代から1540年代のフランス宗教改革はルターの影響を受けていたが、次第にジャン・カルバンの影響が強くなる。改革派は影響力を増大させ、1533年にはパリ大学総長がルターに移居して演説し、1534年には カトリックのミサ制裁の中止を訴える激文事件が起こった。国王フランスは一世は姉のマルグリットが人文主義や改革運動に好意的であったためか当初改革派に理解を示していたが激文事件を境に弾圧に回りパリ行動法院に異端審問委員会を設置した。さらに後継者アンリ二世は1547年に 特設異端神聞法廷を設け、弾圧を強化した。1550年代になると、カルバンの指導の下で改革派は組織化が図られた。フランス最初の改革派協会は1546年に建設された。また、ジュネーブからは160人以上の牧師が派遣された。1559年には、地下で第一回全国改革派協会会議が開かれ、 フランス信条が告白され、信仰過剰や教会の規則を定めて一様の組織化を果たした。この頃からブルボン家やコンデ新農家をはじめとする貴族が改革派へ参加した。特にブルボン家などの大貴族層は、性的であるカトリックの大貴族ニーズ家への対抗という政治的意図から回収専だと考えられる。アンリ二世の死後は、 その日で実権を握ったカトリーヌ・ドメリシスが政治的駆け引きに改革派とカトリック派を利用しようとし、王家と改革派、カトリック派の三分構造が際立った。1560年の改革派によるギーズ家の影響排除を狙ったアンボワーズの陰謀事件や1562年に起こったカトリック派によるバシーでのユグノー虐殺など不穏な事件が相次ぎ、 バシーの虐殺を契機として最初の武力衝突が起こった。以後1598年の南との直令交付までの間フランスは断続的な内戦状態に陥ったユグノー戦争。1571年には改革派のコリニー帝督が宮廷で影響力を増大させ新教国と連携してフランスを80年戦争に介入させようとしたが、 1572年ユグノーに対する虐殺事件サン・バルテルミの虐殺に着込まれて殺された。ブルボン家のナバル王アンリとお大妹とマルグリットの結婚式に参列するためパリに集まった改革派貴族を1572年のサンバルテルミの祝日8月24日にカトリック派が襲った影響は全フランスに広がり各地で改革派に対する襲撃が 相次いだ。改革派は1574年に第一回改革派政治会議を開き、改革派の優勢な地域での徴税とそれを財源とした常備軍設立を決定し、オランダの改革派と結びついてほとんど独立した状態となった。1581年にブルボン家のアンギドナバルを保護者として衰退した。 アンリは改革派の軍事指揮権と改革派支配地での司法官や財務官の任命権を得たが一方でユグノーの顧問会議によってその権力は制限されておりユグノーの共和性的政治思想の影響もあるカトリック貴族もギリーズコアンリを中心にカトリック同盟ラリーグ LA リーグを結成し独自の軍事組織を持って ユグノーの背後にはオランダとイングランドがカトリック同盟の背後にはスペインと教皇庁が存在しユグノー戦争は国際的な宗派対立と密接に連動していた一方でこの時期フランス王権は対ハプスブルク外交としてオスマン帝国に接近したグレゴリウス13世はサンバルテルミの虐殺においてカトリック同盟を支持しまた グレゴリウス14世は軍を派遣した。ハプスブルク家のフェリッペ2世が1580年頃からカトリック同盟を露骨に援助するようになると、国王アンリ3世はユグノーに接近し、国王は資格を放って1588年、ギリズ公アンリを暗殺した。しかし翌年には、国王も同盟側によって暗殺され、ナバル王アンリが王位継承者、アンリ4世となるが、 カトリック勢力は根強く反抗した。1593年にナバル王アンリはカトリックに改修して翌年パリに入場することができた。アンリ4世の改修に改革派は危機を覚え、改革派政治会議を全国組織にし、会議は1595年から1597年の間、王権と並ぶ統治機関として機能した。 この会議は、オランダの改革派との行動も模索したが、これに対しアンリ4世は改革派に、宗教上の保障を与えるなんとの直例を1598年に、発布した。改革派はこれに満足し、王権への忠誠を誓った。しかし、改革派にとって、最大の後ろ盾であった、アンリ4世の暗殺後には、改革派内部に、明確な亀裂が生じ、 北部のパリやノルマンディの改革派は王権への復従とカトリックとの妥協を目指す穏やか派を形成し、南部のギュイエンヌやラングドックの改革派は強硬派を形成した。恩権派は徐々に王権侵授説に傾いた。アンリ四世の死後摂政となった日のマリード・メディシスは改革派に配慮を示していたが、成人したルイ十三世は改革派に圧的な態度を取った。 1620年類13世が改革派が多数を占めるベアルヌ地方でカトリックを支持する裁定を下すと改革派は反発しその年の12月に開かれた全国会議で強硬派が優勢となって武装放棄を決定しユグノー側の軍事的指導者となったのはロアンコーアンリである1621年から1622年にわたって行われた戦いは ほぼ大川の優勢のうちに決着したが、和平においては、ルイ十三世が情報する形で、なんとの直令が再確認された、モンプリエ条約。しかし、ルイ十三世は、モンプリエ条約の遵守に熱心でなく、改革派は、不満を隠せず1625年に、再び戦闘が開始された。最小李主流は改革派の拠点ラロシェルを包囲し、ロアンコアンリ率いる、 改革派を打ち破ったが、この時リシュは外交方針を変更して30年戦争でプロテスタント側を援助すること考慮していたため、1626年には講和してモンペリエ条約を再確認したパリ条約。だが1627年にリシュは再びラロシェルを包囲し、改革派はイングランドの援助を受けたが、イングランド艦隊は有効な支援ができず、 1628年10月、ラロシェルは陥落した。1629年には、王軍がラングドックにも侵攻して決定的な勝利を、え、また、ロアンコ・アンリーを国外へ追放した。6月和平がナりアラスの直令が出され、ここで、なんとの直令が、再び確認されたものの、改革派は武装解除され、これは、恩恵の直令と言われるように、王権が、 改革派を従属させるものであった。1660年までの30年間は、改革派が王権への侵入姿勢を見せ、比較的安定した時期であった。リシュリューの庇護の元アカデミーフランセイズを設立したも、改革派であった。とはいえ、マザランは改革派の会議開催を禁止するなど、圧迫が加えられてもいる。ルイ14世が申請を開始すると、 改革派の権利が徐々に剥奪されていった。まず1661年にフランス全土に管理が派遣され、改革派の礼拝について調査が行われ、公職から徐々に改革派を締め出した。1679年のドラゴナード制度では、隆起兵を改革派の家に宿泊させ、暴力的威嚇によって改修を強制させた。百八十三年に改革派の多い南部で、 散発的な抵抗運動が起こったが、すぐに鎮圧された。1685年にはついに、なんとの直令廃止が宣言、フォンテーヌブローの直令され、改革派牧師の追放、改革派教会堂の破壊が命じられた。ユグノーの多くはドイツをはじめとする国外に移住した。しかし国内に止まる一派もおり、カミザールの乱、1702年から1705年で放棄したが、 鎮圧されて生き残ったユグノーはオランダ・イングンドへ亡命した。ユグノーは16から17世紀のフランス経済に大きな影響を及ぼした。マックス・ウェーバーはユグノーがフランス工業の資本主義的発展のもとも重要な担い手の一つと述べている。一方で、ウェーバーの研究に影響を受けた日本の大塚史学においてはユグノーの経済史的役割は外して冷淡に。 扱われたフランスのプロテスタンティズムはその最盛期で人口200万人、当時の人口の10%ほどを占めたが、ユグノー戦争によって5%程度まで減少した。その内訳は、貴族、農民、手工業者、商人、金融業者など多様な社会階層に及んだ。そのうち、貴族層は前述したように政治的意図が、 農耕であったので、その目的が達成されたユグノー戦争後には、そのほとんどが早期に信仰を離れた。ユグノーが大きな勢力を持った南部では、農民層にもプロテスタンティズムが浸透し、彼らの貢献によりこの地域は内乱の被害著しかったにもかかわらず、早期に復興を成し遂げた。しかしとりわけブルジョワ層においてプロテスタンティズムは広く浸透した。 ユグノーは特に集中マニファクチャーの担い手として重要であり、金融、商業においても支配的であった。コルベールは重商主義政策の柱に国内の金融業、商業、工業の発展を据えていたの、当然その担い手であるユグノーを保護し、これと提携する道を選んだ。手織物工業では、ラングドックプロバンスドフィネは、 レバント地方への輸出用ラシャが大量に生産されていた。シャンパーニュ地方のスダンも来たドイツへの輸出用ラシャを生産し、毛織物工業の中核でもあったが、ここではユグノーの製造業者が食器の半数を所有していた。絹織物工業においては17世紀中央、トゥールリオンにおける顕著な発展が知られるが、それはユグノーの貢献によるところが大きい。 リンネル工業をフランスに導入したのもユグノーであり、リンネルはイギリスへの輸出用商品として貴重なものであった。オーベルニュやアングモアでは製紙業が発達していたが、その主な担い手もユグノーであった。ここで製造された紙はフランス国内のみならず、イギリスやオランダでも消費された。特にオーベルニュのアンベールの紙は当時ヨーロッパで最良のもとされていた。 これらの工業は一般的に何との直令廃止後に衰退した。ウォーラーステインは何と直令廃止がフランス産業革命の立ち遅れをもたらしたと指摘する。ただし、WC スコビルは宗教的迫害の激しくなる時期と経済的衰退の時期が一致しないことを挙げ、むしろ ルイ14世の対外戦争に対抗した諸外国による高額の関税、インド産免区の普及、国家による経済統制や国産品税の導入などがその原因とする。シーヴァイスは何との直例を経済的衰退の原因とする。ラロシェルやボルドーにおける海上交易の発展にも優遇のは多大な寄与をなしていた。ボルドーにおいては主に イギリス・オランダとの交易を担い、ラロシェルにおいては、なんとの直霊直前まで貿易をほぼ独占していた。ユグノーの銀行家としては、17世紀初めには、リシュリューの財源となったタルマン家やラムヴィエ家が知られる。またユグタン家も有名である。もともと、リオンの出版業者であったが、1685年にアムステルダムに移住し、 そこで17世紀最大の銀行家にまで成長した。フランス革命後には多くのユグノー銀行家がフランス金融界で活躍し、現在でもユダヤ系以外はプロテスタント系によってフランス銀行業は担われている。カルバンは神徒に抵抗を認めなかったが弾圧が強くなるとユグノーたちの間に支配権力に対する抵抗理論が現れた。 1572年のサンバルテルミの虐殺によって武力抵抗を肯定する必要が生まった。こうして暴君は打倒しても良いとする暴君法抜論モナルコマキが現れた。暴君法抜論として代表的なのはテオドールド・ベイズの親民に対する異性者の権利について1573年とユニス・ブルートゥスというペンネームの著者が表した暴君に対する自由の用語である。 ベーズは、犠牲者が、人民の同意しない権力を行使した場合は、これに抵抗することが可能であるという。ただし抵抗の主体となることができるのは、個々の人民ではなく、三部会、もしくは大貴族によってのみ国王を訃伐することが可能であるとした。後者の著作は、ベーズのものより、体系的な政治理論を展開しており、一連の、 ユグノーの暴君法抜論の中では絶頂である、考えられている。まず君主が神の代理人として、地上で神の法を行う義務を負うと述べ、次に旧約聖書を引用して、神と君主及びその支配下にある人民の間に契約があるという。次に君主と人民の間にも契約があり、君主がこの契約に守らない場合は、人民はこれに服従しなくてもよいとする。 このように契約論を展開する一方で、暴君に対する自由の用語は、ベース同様、盗賊国家の原理に影響を受けた身分制的な思想を展開する。君主の契約違反に、人民は服従しなくてもよいが直接抵抗することは認められない。君主に抵抗できるのは身分ある貴族だけで、身分のない人民は、 貴族の抵抗に加担するか、消極的に君主の支配から逃亡するかである。最後に、この著作が示す興味深い論は、近隣の君主が、暴君の支配に苦しむ国に干渉戦争を行う、ことを認めている点である。カトリック同盟の側でも、同様の抵抗理論が展開された。ただカトリック教皇派の政治理論に、特徴的なのは、従来の強権擁護の理論を継承して、 国王の解任権や、その不当支配に対する抵抗権の上に、教会、特に教皇の承認を重視する点である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。